日の子は、雫井修介による日本のサスペンス小説。2003年に、書き下ろしで、原頭者から刊行された。2005年に、単発ドラマ化され、2016年には連続ドラマ化、された。2016年2月時点で、累計発行部数は55万部を記録している。元裁判官の家の隣に、かつて無罪判決を下した男が引っ越してきて、以来、 不吉な事件が連続して起こる。人は、ヒノコが、自分の身に降りかかって初めてその恐ろしさに気づく。2005年2月19日に朝日放送の制作により、テレビドラマ化され、テレビ朝日系列、土曜ワイド劇場にて放送された。キャストスタッフ2016年4月2日から5月28日まで、毎週土曜23時40分翌0時35分に、東海テレビ制作。 フジテレビ系列、大人のドドラの第一作として放送された、全球回、心の奥に潜む狂気をテーマにした、心理サスペンスドラマ。ユースケ・サンタマリアは、フジテレビ系で2007年1月期に放送された、今週、妻が浮気します。以来9年ぶりの連続ドラマ主演作となる。狂気を秘めた役を演じることについては、本当におかしい奴は自分を、 おかしいとは思っていないと考え、あえて、怖くやろう。変な奴を演じようとは意識せず普通に演じることを、心がけたという。また、第4話と5話で、ゲスト出演した、坂井若菜は役作りで不幸なオーラを身にまとうために、前歯を一本抜き、銀歯を入れて、撮影に臨んだ。物語の舞台は、東京都内だが、実際は、都心から車で1時間以上かかる。 埼玉県にセットが組まれ、撮影された。ドラマは、データニュース社が行う、テレビ視聴アンケート、テレビウォッチャーで、初回満足度3.94で4月スタートの、全ドラマの中で最高値を記録。ユうスケの開演が話題となり、2016年5月14日からは、同時期に富士テレビ系で放送されていた、僕のやばい妻とのコラボレーションとして、ユうスケ演じる竹内と、 木村しの演じるマリアのどちらがやばいのかを公式ツイッターで投票する企画も行われた。また、芸能界では、ノンスタイルの井上雄介がこのドラマのファンであることを公言していたが、ツイッターで、いつかは出る側になってみたいもんだなぁとやいたことから、最終回の盛り上げのために副音声放送の実施と、井上の出演が決定した。あらすじ、梶じまけの隣に、 竹内誠子という男が引っ越してくる。手作りのバウムクーヘンや大量の各地の名産品を持って挨拶に来た竹内は自分は元裁判官の君が無罪判決を下した事件の元被告人でとても感謝していると打ち明ける。薄気味悪く思う雪見の気持ちとは裏腹に竹内は姑の介護に身も心も疲れ果てている広めぐみに変わって カジマで介護を手伝ったり、年郎の就職活動の手助けをしたりして、次第にカジマの日常に入り込んでいく。ある日、雪見は記者を名乗る男から、竹内は危険だという警告を受ける。やがてその正体が記者ではなく、竹内が無罪判決を下された事件の被害者遺族。 池本通であることが分かったが、事件前の状況が、今の竹内と梶ジマの状況と似ているものを感じた。雪見は、危機感を募らせる。君が下した判決は本当に正しかったのか、竹内は本当に殺していないのか。そのことを、君や敏郎、陣営に訴えるも、逆に、なぜ身分を偽ってまで近づいてくる池本を、信じるのか、君の判決が信用できないのかと責められ、 娘、窓かへの虐待の疑いもかけられて、雪見は、かじまけを出ざるを得なくなってしまう。失意のどん底に落ちる雪見だったが、職場に現れた占い師に、現在の状況を言い当てられ、近くに力になってくれる人がいるはずという言葉を、信じ、もう一度池本の話を聞く。そしてやはり竹内は危険だという結論に達した、雪見は池本を連れて、かじまけへと戻るが、 結席裁判はフェアではないという都市郎によって、竹内もその場に呼ばれ、直接対決をすることになる。竹内が介護するようになった途端に義母がなくなったことや、児童相談所への通報など、不可解な出来事は、竹内の仕業だと訴える雪見だったが、逆に竹内に、池本に自宅へ不法侵入されていることや、抽象な手紙を送られていること、雪見に近づいた占い師は、 実は、池本の妻の暗図であることなどを暴露され、立場が悪くなった、池本夫婦は竹本に掴みかかった末に逃げ、雪見は竹内に土下座をして謝ることになる。一方、君は竹内を無罪にした、過去の自分の判決にだんだん自信が持てなくなり、竹内の弁護士だった席に相談するようになっていた。そして直接対決の後から池本が行方不明になっていること、 竹内が夜中にスーツケースを運び入れていたことを暗図から聞かされた君は竹内の自宅に忍び込む。しかし見つかってしまった君は無罪判決を出したのは竹内の無実だという主張を信じたからではなくただ死刑判決を出すことが怖かったからだと認めさせられる。そして表変した竹内を見て行為を無下にした的場一家はやはり竹内に殺された自分の判決は 間違いだったのだと確信する。その後、関弁護士も事務所に結婚を残して、行方不明になったことを知った君はさらに部内への恐怖心を募らせ、早くから竹内の危険性に気づいていた雪見に謝り、なんとか竹内の機嫌を損なわないようにと懸命に振る舞う。しかしプレゼントされたマッサージチェアを部屋の隅に追いやったことをきっかけに、竹内は月光。それまで系統していた。 歳老や、広めぐみもようやく竹内の本性に気づくが、かじまけはそのまま竹内を含めて幸せな家族として生活することを強要される。そんな中、竹内に殺されたと思われていた池本が再び姿を現す。竹内は死んだ母親宛のビデオレターを何本も撮影して一緒に墓に埋葬しており、その中では自らの犯行も素直に告白していた。 テープの中身を確認したという池本は、竹内が愛する母親の墓の前で自分を殺させようと挑発するが、背後から突然現れた雪見の親友、琴音に刺されて死んでしまう。琴音は雪見から竹内の危険性について聞かされ続けていたが、暴力を振るう元夫から助けてくれた竹内を愛するようになっていた。しかし感謝をするどころか、やりすぎですと突き放す。 部内にことねは絶望し、警察へ出頭することを決意する。そして、梶間家けの面々も、事件後もひょうひょうと家族として入り込んでくる竹内に、対し、あなたは、ただの人殺しです。私たちはあなたを歓迎しないとはっきり告げ、スタンガンと縄で拘束後、君が、被告人を死刑に処する。と改めて言い渡す。竹内は、梶間先生にこうされるなら、 本望ですと涙を流し、警察に出頭する前に、カジマケと最後の晩餐をしたいと願い、竹内は手作りのバウムクーヘンを持って参加する。お互い、毒が入っているかもしれないという緊張感の中だったが、何事もなく晩餐は終了。翌朝、カジマケの面々が竹内の自宅を訪れると、もう一つ焼いていたバウムクーヘンを口にして、こと切れていた竹内の姿が、 ソファにあった、キャストスタッフ放送日程。ありがとうございます。